はい、どうもこんにちは、こんばんは、りょんです。そしてはい、どうもこんにちは、こんばんは、くまぼこです。はい、ということで今日はですね、はい、動画を見てくださっている皆様にちょっとお願いというか、はい、お伺いしたいことがありまして、はい、ちょっと動画を撮らせていただくことにしました。はい、はい、で、そのお願いというのがですね、うん、僕らが、4枚以上ちゃんと所持しているカードに関しては、はい、まあ、対戦動画内で、うん、プロキシーの使用をお許しいただきたいっていうことなんですね。はい、はい、というのもですね、僕らは、まあ、見ていただいている方はわかると思うんですけれども、非常にたくさんデッキを持ってるんですよね。はい、で、中には、その、複数持っているデッキの中の、いろんなデッキにね、入っていくカードっていうのが多々あるんですね。例えば、ドギラゴンバスターとかですかね。うん。うん、あのカードも、まあ、大体のデッキに4枚ずつね、いろんなデッキに入ったりするので、そういう際ですね、今までは持ってる枚数を上回るデッキの数になる場合、使用するごとに、まあ、カードを入れ替えて使ってたんですね。うん、はい。で、まあ、そういうカードが、まあ、ドギーラゴンバスターだけじゃなくて、いろいろあったんですけれども、うん、正直ね、その作業だけでも時間が取られるんですが、うん、そのカードを探すっていう作業自体もね、かなり時間取られるんですよね。うん。うん、ということで、なんか今まで結構ね、お休み期間っていうのをちょくちょくいただいてたと思うんですけれども、うん、まあ、その原因の一つにそれが入ってきたりもするんですね。うん。うん、で、それでも今まではね、だましだましで、続けてきたんですけれども、うん、ちょっとね、最近とあるカードの登場により、うん、もうなかなかもう厳しいよというふうになりまして、まあ、それがこれですね。はい、はい、サイバーダイスベガスです。はい、はい、もういろんなデッキに入りすぎです。はい、もうちょっとね、カード探すだけでも本当に時間がかかって、はい、現状ね、十何枚かは持っているんですけれども、はい、まあ、数としてもそれでは、ちょっと足りるか足りないかわからないなっていう、まあ、状態もありまして、はい、でこれ以上探すのに、ね、時間を取られるのもあれですし、いちいちもう入れ替えたりっていうのもすごい大変で、はい、ちょっと正直しんどいので、はい、まあ、間違いなく4枚以上持っているカードで、はい、複数のデッキで使う場合、デッキによってはちょっとプロキシにさせていただきたいなと、はいはい、もちろん本物を持っているものに限ります。持ってないカードをプロキシ作って、それを使って、対戦動画を撮るっていうことは絶対にやりませんので、はい、で、もしこれをお許しいただけるようになればですね、はい、今後、作れるデッキも大幅に、増えていくと思います。はい、今までね、時間のこととかを考えて、ちょっと作りたくても手を出さなかったデッキって結構あるんですよ。はい。はい、まあ、それが解決することで、いろんなデッキを皆様にね、また対戦動画でお見せすることもできるようになるかなと思います。はい、ちょっと、ね、時間的余裕もできますので、はい、デッキを作ることに当てる時間もより多く取れますし、もちろん動画を作成する時間もね、より多く取れますし、はい、皆様にコメントを返したりとかですね、はい、まあ、そういった時間も多く取れますので、はい、ちょっとね、もう解決する手段がもうこれしか今思い浮かばなかったんで、はい、もう良ければ使用させていただけないかなということで、はい、まあ、皆様にね、ちょっとご意見をお伺いしたいなということで、はい、この動画を撮りました。はい。まあ正直ね、まあいくらデッキ持ってようが、もうそれは僕らの勝手なので、はい。はい、もう勝手に勝手を重ねることは分かってるんですけれども、まあでも皆様にね、一応こういう形でお願いするのが筋かなと思いまして、はい。はい、まあ、中にはもしかしたらね、そういうのに難色示される方もね、いるかもしれないということで、はい、そういった方が本当に多いようであれば、ちょっと見送ろうかなとは思うんですけれども、はい、そうでなければちょっと使わせていただきたいなということで、はい、どうかお願いいたしますと。はい。はい、よければコメント欄でね、ご意見いただければと思います。まあでは、こんなところですかね。はい。うん。もしなんか言い忘れてたことがあったら多分テロップの方で、追加してると思いますので。はい。はい、ということで今日は、まあ、プロキシを使わせていただきたいなというようなお願いの動画でした。はい。はい、では今日はこの辺で。さよなら。バイバイ。